また集まりましたね。また集まりましたね。集まってしまったな。こんにちは。こんにちは。今回もまたあの熱き戦いを二人にやってもらいたいと思いますよ。また来たか。伝説の戦いが再び。今日はどういう感じなんですか。まあ、前回はペンティが逃げる側で、はい、エビス君がハンターだったわけですが、そうですね。はいはい、そうでしたね。で、まあ、ペンティがまあ負けたと、うんうん。まあそうだね、勝っちゃったね僕はね。悔しいです。負けた。普通に、まあ、本当にすごい熱いね、うん、勝負だったから、まあ、確かにいい勝負ではあった。最後ちょっとあれだったけどね。確かにいい勝負だった。で、まあ、リベンジと思いきや思いきや、うん、まあ、今回ちょっと逆で、なるほど、エビス君が、うん、逃走者、ペンティがハンターで、はい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 、やってみようかなと。なるほど、なるほどね。狩る側か。これで勝てばあれでしょ、うん、まあ、1対1に持ち込めるってことでしょ。そうそうで、ね、うん、一応リベンジマッチではあるか。そうそうそうですよ。イーブンにはなる。これで俺が勝てば、まあ、そう、ハンターが有利ということになるから。まあまあそうですね、まあ、うん、まあ確かに同じ、まあ確かにね、まあ、状況ではあるよね、うん、そうですね。まあやっぱハンターの方が気楽だからね。そうなのよね。いやそうよ、本当に、うん、追われる側やばいからね、ビスク。メンタル不利よ。そう、うん、追われる側はちょっと最近経験 しだしたものなんで、はい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 、ちょっとは知ってるんですけど、やっぱ、うん、心細いよね。そう、心細いよ、本当に怖いよ。俺に瞬殺だったね。言うな言うな言うな、やめろやめろ。ほぼトラウマだあれは。それはトラウマになる。ダイヤフル装備のね、ハンデも与えて、やめろやめろ、言うな言うな、だからね、やめろ、ここは恥ずかしい暴露されてる。やってくれ。まあルールとしましては、前回と同じ、キープインベントリーで、はいはいはい、かつ、はい、あと3回勝負、うん、はいはいはい、でいきたいと思います。じゃあ、okay？ 全く一緒の条件だね、じゃあね、前回だね。そうです、うん、全く一緒だ、はい、だからハンターは、うん、ハンターのペンティ側はエビスを3回倒せば勝ちと。 OK。 なるほど、まあ、はい、1回も倒せられないんじゃないですか。いや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 、わかりますよ、今すぐに。エビスさん、そっかな、大丈夫かな、動画時間でわかるよ、もう。確かに8分とかかもしんないこの動画。やめてほしいな。じゃあ1回も倒されなかったら、うん、ケンティのトサカをエビスに贈呈。いや、なんでだよ、飾るぞ家に。いらねえだろ、まず。内心いらねえって思ってたろ、絶対。いやいや、いや、欲しい欲しい、もう玄関に飾りたいもん。王冠だからね、これ。そう、王冠だから。あげるわけにはいかない、俺の大事なトサカをな。剥製にするぞ。じゃあ私はね、スペクテーターで高みの現物させていただきますんで。出た、 OK。 はい、一番美味しいところ。じゃあ行きます。はい、3、お、来た、3 2 2 1、来るぞ、行くぜ行くぜ行くぜ、スタート、スタート、来た、始まった、見てろ見てろ、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 追われてる追われてる。さあ、ここ雪山なんでね、確かにな、あのまずお互い多分食料がないんですよね。これね、あれですね、早いところ木材ツール集め、一回芝居とかないとね。白熊だ、白熊行け。白熊がエビスを追っています。おっと、来るか、いいだろう。おっと、何を掘ろうとしてるんだ。ホップホップホップ、バランカイ。エビスオビーさん追ってきてる。あ、白熊、うわー、クマ、白熊に殺されるぞ。さすがに白熊足遅いからな。掘らせないぞ、掘らせないぞ。ここで木材を取った、バタンかい、オラ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 、ここで掘らせないぞ。エビスくんがどうする、エビス、オラ、エビスくんが食らっている気がしますが、オラ、エビス、素では俺のステーキ、俺のためだぞ、オラ、エビス、掘らせないぞ、どうする、ここで一回勝負つくか、戦うのか、エビス、ちょっと一回これは、一回これバックだね。一回バックだね、これはね。さすがに肉弾戦は経験値が、ペンティの上が、俺すでに俺のが上だ、エビスこれは追いつけないな、絵面が地味。いや本当に素手の殴りは地味すぎる。
まず木材、だいぶ削った、だいぶ削った、これで。いやでもほぼ瀕死なんじゃないですか、うん、これは瀕死瀕死、これ追いついてまず一撃あるよこれ。よし一回離れたな、よし一回離れてちょっと木材集めよう。あぶねえ、内心ヒヤヒヤした。さあエベス君、はいはいはい、体力やばいんじゃないですか、まあ、一応ハート3だねうん、とりあえず雪山だからね。そうなんですよ、木材が全然ないし、木材食料もない。お、寝座上げ。お、ちょっと先にこれ見たいな。やばい走れなくなった、まずい、これまずい。あ、いいよ、あーワンチャン食料が入ってる可能性もありましたけど、入ってました、まあ、これ先食っちゃおう。これアイビスくん、あーゲートあんな、取られてる可能性、これ装備取られてたら結構きつい、開けてんな、これまずいな。いやーちょっと装備あった場合かなり苦しいから、ここは一旦撤退だな。これビビらせよ、石器時代で安心させて。おっと、石器時代だね、それはやばいんじゃないかい。お、でも金属を手に入れる、よし俺も立てゲット。いやー金属手に入れたら撤回があったんだな多分これ。でも言うて多分言う盾作ったぐらいじゃない。いや読みますよ今エビスくんの行動。さあさあって、装備を整えてる感じですか。はい、そうですね、まあなんかこれ見えたのよ、エビスくんがこのチェスト開けてんの。あ、なるほど。で多分どうせここに撤回があって、それをいくつかまとめて何個か鉄をゲットしたぐらいだから、うん、多分どうせ盾作って防具とかまでは作れてないと思うんだよな。なるほどですね、食料を確保して、うん、焦る必要はないハンター側確かに、そうハンター側余裕ありますから。さすがにまあここら辺の作業は慣れてますね。さすがにね、このこのした回数がねあるので、さすがにこの砂利を取るという発想、これ大事よ、これあるうちに取っとくの大事。さすがに全体的なマイクラ経験じゃペンティーさんの方が上らしいですねこれ。はい、でもしかしなんかエビスさんどうやら結構技術をね磨いてきてる気がするんだよねここ最近どうなんでしょうかね、なんかね強くなってると思うんだよねあ、マグマ溜まり、お、はあるんだけど、400-500のマイナス100ね。よし、紙メモ紙メモ紙メモは健在です、紙メモ紙メモ。離れよう急いで。うわ、いてつく大地だ、まずいな。これビューンってやってちょっと距離を稼ごう。お、何かいいもの見つけましたか。いや、氷上の地でボート移動したんでかなり距離は開いたんじゃないかな。なるほど、うんうんうん、ここでもう一気に差を開いちゃって物資を集めたいなと。できるだけ相手との距離が広がる移動方法を繰り返すことがやっぱ必要ですねこれ。そうですね、やっぱ追ってる時も感じたんですけど、相手との距離をねなるべく縮めるのがハンターが大事なので、おお、こちら側逆に広げるのが大事かなと。すごい高度な戦いになってまいりましたこれ。ですよね、前回とは結構レベルが変わってるかもしれませんやっぱ僕の方が強いってことかなこれ。そういうことになっちゃうかな。さすがに1ヶ月経ってちょっと経験値が、まあそうですか、増えましたか。まあほぼ倍、ほぼ倍、うん、ほぼ倍。お、ここで要塞、なるほど。ああ前哨基地ありますね。前哨基地あるがどうだ、まあ、ちょっと小麦があるな、小麦回収したいところ。いけるかな、大丈夫かな。いるな、今日はやめておきます。戦ってんな、戦ってるな、チャンスかな今、モンスターハンター戦ってるな。タワラ回収したい、このタワラは確かにでかいかもしれない。これでかい、これ大事な食料、うん、確かにほぼ村を見つけたのと同義。そうですよね、これ大事な食料だ。しかもこれ全部取っちゃえば逆にペンティに渡すこともない。そう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 、ここ大事なところだ。インディケーターに注意しつつだな。やばいやばい、襲われてます。あとタワラ1個、よし離れろ、まずいやばい、う、危ない、う、う、う、オッケーオッケーオッケー、あぶねー、命がけでタワラを全部回収。いやこれでかいよ、でもこの命がけタワラ、命のタワラ確かにつないだこのタワラでかい、これでかいっすよ。しかもここで表情移動、これ爆アド、いいっすね確かに。よし、オッケー。
よし、もう食料問題は解決したので、ちょ早いとこ鉄はいっぱい欲しいですね。そうですね。いやすごくいいスタートなんじゃないですか今回。いやかなりいいんじゃないですか。お、うんうんうん、でかい動物もありますね。わでかいね。あ鉄ある鉄ある。よしよしよし。お3つぐらい欲しいところ。おあ4つある。いやこの感じエビスくん爆走してんな。とりあえず距離離すみたいな作戦なんだろうな。もしそうなった場合俺に襲われたとして死んだとしても初期スポでかなり距離を詰められ離せるっていう強みがあるんだよな。最初と逃げ一択は確かに強いわ。危なちゃんと見てるから大丈夫ですか。クリーパーでパクシとか日々よくありますからねちょっとねクリーパーには注意していこうかな。ペンティ以上にんんコンパスがあれ逆向きになった。この下にいるな。どうやらこの下にいますね。なるほどエビスくん、これは地下に潜ったな。いる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 。来てる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 。ネームタグ発見、ネームタグ発見、ネームタグ発見、ネームタグ発見。あ。あ。あ、おったな。おったな。隠れてますね。おった。おったな。これはフェンティ気づいてるのか。気づいてるだろうね。思いっきり目合ってるもん今。おったな。おっとこれ回線のゴングか。バレてんなこれは。これバレてんな。これバレてんな。鉄いやーチェスプレつけてんな。これはちょっといけないな。じゃあなじゃあなおバイバイ。これはペンティ、いやー何か足音とかするなと思ったんだよな。戦いを仕掛けないかこれは。バイバーイ、まったねー俺ペンティ。いや多分さすがに装備に おじけついたか。多分やべあの人フル装備じゃんってなっておそらくその影響でちょっと隠れてよってなったんだろうな。そうですよね。うんうんうん、これは一旦目が合いましたが回線とはなりませんでしたいやあれじゃない、さすがに賢いんじゃない、ここで戦わないという選択肢を取るのは。なるほどね、うん、非常にいいですよおおすごい上からのなんか上から目線だねよしよしよし、さ僕は離れちゃおうかな。じゃあね、ベントさんバトルはどんな感じですか。いや見つけたんだけどさ、はい、ちょっと鉄のチェストプレートつけてたからそうですね、さすがにいけないと思ってお互いなんか見合ってましたけど、そうもう見合う時間だった完全に達人の間合いちょっとね鉄を追いかけつつ俺も鉄を集めないとさすがに勝てない、うん、ちょっと武力の差がある。あそこででもエビス君が来なくてよかった逆に。あー確かにね、多分園長くんだったらあそこで来てたと思うんだよね普通に多分あいつ装備何もつけてないことを判断したら間違いなく来ると思うんだけどはいはいはい、エイスくんが普通に来なくて逃げ去ったのでよかったっていうところはある確かに、うん、これはペンティにとってはいい判断、うん、あそうそうそう、いい判断かもしれないですね。そうそうなんですよ。おここで村、これエビス選手村を発見、これはでかいんじゃないの。これいろいろ物資を集めちゃおうかな、より一層ね。いや今回ちょっと運がいいぞ僕、非常に運気が回っているのでは。お村を見つけましたか。そうなんですよ、ここで村発見です。あ黙りもありますね。おこれじゃあ見せつけちゃってくださいよ。見せつけるここで学んだんです、4つあるところ、そうですよ4つあるところに作る。テレテテ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 テはい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 、おっとこれでホットスタッフがペンティに伝わったと。伝わりましたね。こ
んにちは、ミツくん。おーっと、ここでか、ここで回線。こんにちは、ここで回線か。一発食らいましたよ。まずい。これも侵入じゃないか、彼。これ痛いと思うよ。これ痛い。結構痛そうな動きをしてらっしゃる。ペンティ逃げる。ここで急遽バトルが始まったので、ペンティ逃げる。おう。やばい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 。うわ、これどうしたものかな。これは判断が難しい。一気バック。ただ彼が近いということが分かりました。これなるほど、これ判断が難しいですね。とりあえず捕らえはしたぞ、捕らえはした。あそこでゲートを作ってもらってもいいんですよ、エビスくん。くー、めんどくさいな。ちょっと倒しておきたいな。そうですね、これ分かった、倒そう。これ回線のゴングです。これあ、彼は身を隠しましたね。これ身を隠した。そんな裸の裸の鳥が身を隠してもね。さてと、あ、いたねー、いたねー。どっち向かってるのかな。あれれー、ハロー。これはハンター号が追いかけられる構図。来てるね、来てるね、来てるね、エビスくん。あ、インコース攻めていく、距離縮まっていくよ、どんどんとね。いいのかな。あ、インコース、これはボートスキルが、はいはいはい、ボートスキル。さあ、ペンティ追い詰められている状況。あ、取れなかったね。あれ、大丈夫かな、それ。すげえ、ボードがない。まずい。集中戦。あ、2発。痛い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 。そこ行き止まりだよ。痛い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 。あ、3発。やばい、ペンティ後がないか。まずい。さあ、水中はペンギン。あ、大丈夫かな、そこ行っちゃって。はい、終わり。ペンティが死んだ。はい、さよなら。よし、作るぞ、ゲート。ペンティ死にました。さすがに装備の下がった。これはよしよしよし、これで進める。ここでゲート作っていきたいところですね。よーし、オッケーオッケー。1回戦目はエビスくんの勝利と。よしよしよし。しかしここで俺がここにスポーンしたんですが、エビスくんは僕がここにスポーンしたことに気づいてはいないんじゃないかな。俺が初期スポーンであることを悟らせるしかない。あ、やはりペンドさん、はい、スポーン地点セットしてましたか。これしっかりセットしてるけど、これエビス君に初期スポット勘違いさせるために俺はここに隠れ続ける一旦。はい、オッケー。ということで僕はじゃあ行っちゃいますかね、ネザーの方にね。ほな、行かせていただきます、バイバーイ。よし、非常に調子がいい。しかも青森、青森さんだね、ここね。行った。お、だいたいだいたい。ネザー行きましたね。よし、これは先手必勝でマグマに叩き落とすっていう手はあるんだよな。ちょっとここでゲートトラップでも作っとくか、一応な。さあ、あら、はいはいはい、ピグリン要塞の、え、青森。そうなんですよ、素晴らしくないですか。そして一応ね、溶岩トランプもね。一応そうそうそう、はいはいはい、大事なんでね。俺は行くしかないな、さすがに。こう作られてるのであれば、待って、罠怖いな、罠怖いな。あれ、さらなる深みへ。あら、あら、なるほど。え、あ、何これ、あ、あ、ピグリンに撃たれてペンティ死んだぞ、これ。なるほどね、これはペンティ不運すぎる。よしよしよし、マグマの中にいるペンティをピグリング撃ち抜いてました今。はいはいはい、どうもどうもと。ペントさん、はい。罠にかかった。罠にかかったのもそうだけど、不運なことに隣にピグリンがいて、いや、不運すぎるマジで。でも最初エビスくんが待ち伏せしたんかなと思って、うん、やで撃たれたと思ったら、あの死亡ログ見て、ピグリンかいってなった。たまたまピグ、あの、ヤモチピグリンが、うん、ペンティ見つけて、うん、最悪すぎる。普通にやられた、コンボでやられたんだけど。そんなことある、マジで。ちょ、洞窟で俺も鉄集めるわ。
まあさすがにちょっと、うんうん、いろいろ準備がね必要かもしれないですねこれ。そう、しかもバレちゃったから、あの俺があそこの村で耐えてたということを。確かに確かに。そうなので、しっかり整えてネザーでちょっと手間取るところを読んで、うん、奇襲する、それしかない。なるほどですね。いやこれ青森だったのはめちゃめちゃでかいんじゃないですか。でかいね、かなり。ここで集め切りたい。え、ちょ、なんで、え、ボート壊しちゃった自分で。君、なるほど、危ねえ。危な、危ねえ。危な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 、セーフセーフセーフ。ふう、ちょっと焦ったね。危な危な、ちょっと焦ったね。エイムが雑だったね。ちょっとずれちゃったね今ね。これはでも出たところ運いいっすね。これ非常に運がいい。いやこれ14個集めたいね。ここで鉄のつるはしで決まり。今ですか、そうですか、そうですか。これで、まあ、鉄を集めているということが分かりましたねこれ。まあ、ってことはまあもうちょっとだけ時間はあると。うん、よしよしよし。ちょっとね、戦いづらいな。なんでなんで、ちょっと、おっと、待って待って待って、やばい死んだかも。あ、これ死ぬ、やばいやばい、あ、これ死ぬかも、あ、やばい、これまずい。あ、うわあ、最悪の、やらかした。なんで反応したよ、もったいな。なんで反応したんだ、しかもボート置けなかった、最悪。なんでエビズくん、これはもったいない、これはもったいない、マジか。エンダーマンの扱いが雑です。うわー、どこで釣ったんだろう今。いやー、ちょっとエビズくん、事故が起きました。何をやってるんだ君は。ちょっと衝突事故が俺以外のやつに殺されるなとあれほど言ったのに何やってんの君。ちょっと街角で目が合っちゃってエンダーマンだけは要注意ってあれほど言っておいたのに。そうっすよね、そうっすよね、そうっすよね。何やってんの。あんだけの死闘が繰り広げておきながらエンダーマンにサクッて終わりました。ちょっとそうっすね、肩ぶつかっちゃって街角で今ぶつかっちゃった、ぶつかっちゃって、喧嘩売られちゃったね、喧嘩売られちゃってね、街角のそう路地裏でちょっと怒られちゃって。何やってんだって。ちょっと失敗しちゃったな、うんうん、失敗ね、なるほどね。まあまあまあ、あと2回あるんで、俺が3回キルする予定だったのにもう最高2じゃん。